皆さんこんにちは。Be Legend管理栄養士の布目です。今日もお題に沿ってお買い物に行ってきたいと思います。それではお題の発表です。今日のテーマは300円以内で買える血圧を下げる食べ物になります。血圧高い方多いかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは早速買っていきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。まずですね、血圧が高いというのはどういうことかというところからお話ししたいと思います。血圧はですね、書いて字のごとくですね、血の圧と書きますね。なので血管の中に血が流れているんですけれども、そこにかかる圧力が高いことを高血圧というふうに言っています。数値の方ではですね、最高血圧と言われるものが140以上、最低血圧が90以上ですかね。どちらかがずっと慢性的に高い、その数値を超える場合も高血圧に分類されますし、またその両方、最高血圧と最低血圧の両方が高い場合も高血圧というふうに診断されます。どうして血圧が高くなるかと言いますと、血がサラサラでスムーズに血管の中を通るようであれば血管に圧ってかからないんですね、スーッと行くので。でもその血液がドロドロになってしまうと、どっかでちょっと止まりがちになったりとか、その血液の流れがスムーズじゃないことによってで、ちょっと血管を圧がかかる、そういう状態になると血圧が高い状態というふうに言われています。ですので塩分の多いものとかを摂ると、血液がドロドロになりやすかったりするので、特に塩分がですね、関係性が高いというふうに言われています。あとはですね、脂っこいものですとか甘いものをたくさん食べてたりしても、そういう状況になりやすいということが言われています。ですので塩分というところに着目してお話をしたいと思っています。まずはですね、1つ目、干し芋になります。干し芋を選んだ理由はですね、カリウムという成分が多いので選びました。干し芋だけでなくて芋類全般にカリウムという栄養素は多くなっています。カリウムっていうのはですね、体内の塩分を排泄してくれる、そういう役割がありますので、一つはですね、塩分取りすぎないようにするようにっていうことは最も重要なことなんですけれども、取ってしまっている塩分をより体の外に排泄するというふうに働きかけることも重要なので、カリウムが多く入っている干し芋を選びました。2つ目、ひじきです。ひじきもですね、カリウムが多く含まれている食品になります。ひじき以外に、海藻全般いいかと思います。カリウムの他に食物繊維も多く含まれているので、食物繊維もですね、ナトリウム、塩分を、排泄してくれる働きがありますので、食物繊維とカリウムが含まれているひじきを選びました。最後3つ目ですね、ナッツとドライフルーツが一緒になっている商品を選びました。特に干しぶどうですとかあんずとかイチジクとかのドライフルーツもいいんですけれども、カリウムが多く含まれています。そしてナッツ類はですね、マグネシウムが多く含まれています。マグネシウム自体にもですね、血圧を下げる、そういう働きがありますので、それが一緒に摂れるドライフルーツとナッツがセットになっているものを選びました。すごくいい組み合わせのちょうどいい商品があったなというふうに思います。干し芋ですね、200円ぐらい、ひじきがですね、3パックセットで198円なので、1個あたりはその3分の1なので手軽に取れますね。ドライフルーツとナッツが一緒に入っている商品は200円ですね。なんで今回全部200円前後のものになりますので、お手軽に取っていただけるかと思います。一度上がってしまいますと調整するのって難しいところがあるんですけれども、日々の食事からですね、見直して習慣づけすることが大事になるかと思います。ぜひそういうものはですね、たまに食べるぐらいにしておいていただくと高血圧の予防にいいかと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。今回は血圧を下げる食べ物ですね、コンビニで管理栄養士目線で選んできました。皆さんのお題を強く強く募集していることをお知らせいたします。ぜひコメント欄に扱ってほしいテーマがありましたら書き込んでいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。